ちょっとこれからビデオを作るにおいていいエナジーがね来てほしいん で悪いエナジーはこうなくなってほしいんで、今ちょっと浄化させるっていう意味で、これパラサントだっけ、この木のやつをやってます。でさ、ちなみになんだけどね、うちはここにセージもあります。でセージはこうさ、燃やすとさ、今こうやって煙出たじゃん、これ。でも量が少ない煙なのね。でもう青磁はその分、結構燃えるのも量が多いし、匂いも強いから、結構大きい範囲の場所でさ浄化させたい時、家の中とか体全体とか、そういった時は青磁がおすすめかなって思う。あとまあ匂い好きな人、私匂い好きなんだけど、そういうのとかでもおすすめ。でこっちは結構小さいじゃない、だからまあ今こういう感じでちょっと軽くやるときとかさに使い分けてます。はい、そうなの。ということで皆さん、明けましておめでとうございます。今回のビデオは、明けましておめでとうございますって皆さんに挨拶したかったのと、あと私の抱負をちょっと語らせていただこうかなと。ちょっと待って、ホップさん、その前にあんたビデオ2ヶ月もアップしてんかったじゃんけ、何やってんっていう方、ですね、11月のサンクスギビングというものがありまして、11月の、まあ、一番最後の週になるんですけども、その前からですね、うちの旦那様の妹さんたちが18歳19歳になりますが、2人遊びに来ておりました。それでですね、彼女たちはなんだかんだ1ヶ月以上いてですね、本当は数週間で帰る予定だったんですが、実家になんて帰りたくない、ハワイにいたいということでですね、1ヶ月以上いていらっしゃいました。でその後に、今度はうちの旦那の弟さんですね、弟さんが今来ておりまして、トータルしますと、もう2ヶ月以上お家に誰かがこうゲストとして一緒に生活をしているというような状況でございました。で私はですね、やっぱり日本人なので、こうおもてなしというあれがあるから、こうね、やっぱりこうしたくなるじゃないですか、やっぱり家族だから。何食べたいとか、どこ行きたいとか、何買ってこようかとかさね、それを普段のこの子供のさ、一番上のお兄ちゃんオンラインのクラスをやってて、で真ん中は、まあ月曜から木曜までそのプリスクールみたいなに行ってて、幼稚園だねに行ってて、で、一番下1歳半は私といつも常にいてみたいな、それの上にそのゲストがさこういるからっていう、そのなんていうのか、気遣いみたいな、やっぱり知るするから私は。でそれがあって、もう自分 のキャパがね超えてはいけませんので、なので YouTuber ちょっとこう置いといてですね、横に。で、自分がこう常に幸せでいれるかっていうことにフォーカスをしながら生活をしてきました。はい、なんですよ。で今日は、結構朝からヨガやったりとか、一人でハイキングに行ったりとかして、結構一人のね、写真っていう の画面が多かったから、ホープさん何やってんの、家族はとか思うかもしれないんだけど、今日ね日曜日なんだけど、うちの旦那さんとその、まあ、弟ね、大学生なんだけど、弟とあとうちの子供たちはみんなで、アラモアナビーチに行きました。で旦那さんがもう普段ね、子供とずっと一緒にいて、でそういう、ね、彼の兄弟もさ、こうなんていうの、テイクケアしてあげてってやってるから、今日は一人で、好きなことやっておいでみたいな感じで言ってくれたから、朝からそうお友達とヨガして、ビーチでヨガしてね、リラックスしてお話しして、
で、それでお家帰ってきてちょっとディナーの仕込みをしたら一人でハイキングに行って、でそのハイキングもこう子供と行くとちょっと大変そうなハイキングだからさ、いつ行けるかなっていう感じだったの。あの子供と半分まで行ったことあるんだけど、あの天井まで、天井てっぺんまで行ったことなかったから、それをやって今日自分で一人で行けて満足で、でこのいいエナジーの状態でちょっとビデオ、明けましておめでとうビデオ作らなきゃと思っているんですけど、そんな感じなんです今日はね。だから一人の画面が多いのだけど、あのさ、そういう状況でもね、ビデオって作れるっちゃ作れるんだけど、ビデオをこう録画してる、でレコーディングしてる時、こうやってねって時って、今誰も家にいないから全然好きなことを言えて音とかも気にしなくていいんだけど、やっぱり誰か他に家にいたりするとさね、例えば子供がこうなんていうのかな、泣き出したりとか喧嘩が始まったりとか、こう物を落としたりとか、まあ、雑音だよね、なんかそういうのが入っちゃうと私気が全然散っちゃうから、もうそういうのであんまりなんていうのかな、自分がこう全てが揃っててっていう時じゃないと結構あんまりビデオを回したくないタイプです。だからそれで結構時間が経っちゃったんだけど、 そんな感じで2ヶ月ぐらい生活してたわけですよ。でね、年を超えまして、で今年の抱負をちょっとお話し しましょう。皆さんの抱負も教えてね。私の抱負はまず一つ目に、まあ、要は全部ひっくるまるんだけども、まあ、自分の幸せなこととか自分の好きなこととかにフォーカスするっていうことでね、これをちょっと噛み砕いていくと、ほら2020年はさ、いろんなことがあったじゃないね、なんか、それもこう今のね世の中はいろんなことが起きてるじゃないの、特にアメリカだとさ、警察のこととか政治のこととか、あと差別のこととかで結構去年はね、ほら、注目になったことが多かった、そう年だったと思うんだけど、そこから結構みんな学んだと思うし、私も学んだんだけど、あのね、現実を知るっていうことはすごい大事だと思うし、こう定期的にそれの現実に対してこうなんていうのかな、キャッチアップするっていうのね、っていうのはすごい大事だと思うんだけど、そういうそのさ、一個の起きてることに対して24時間そのことを考え始めちゃうとね、今度なんていうのかな、自分のことを忘れてしまう。やっぱり最終的に自分が幸せだと感じて、自分がハッピーな存在でいたらさ、その周りの人はみんなそれを伝説するからねってなるわけ。やっぱりだからそういうのを考えていくの、最終的には自分が一人幸せで、そのなんていうのかな、自分の幸せのとか愛情を分け与えていこうとすると、こう全体的にね、世の中うまくこう良くなっていくっていうサークルだと私は信じてます。でそれだから、やっぱりそうだね、自分の好きなこととか自分の楽しいことっていうのにすごいフォーカスするのはすごい大事だと思うし、その言ってるのと同時に、そのなんていうの、今起きてることに目を向けるなとか、目をこうかざすとかさ、見ないふりをするとか、そういうのではなくって、定期的にキャッチアップするのは大事だし、実際何が起きてるかっていうのを知ること、事実を知るっていうことは大事ね、それはみんなやらなきゃいけない義務だと思うんだけど、自分をすごい大切にするっていうのはすごい大事だと思います。そういえばね、こういうことがあったの、皆さん聞いてください。あのね、朝、あ、そういえばこういうメール来てたなと思って、何日か前のやつをこう戻ってってさ、メールをチェックしてたのね、なんかキャムロンの学校からメール来てたなみたいな。でその日の朝チェックしたら、要は、その数日前にそのメールは来てたんだけど、その数日前の朝、私は寝ぼけた状態で起きて、でそのメールをチェックしたわけよ。でも寝ぼけてるから、あとで見よう、あとで全部チェックしようと思って、それで孤独にしちゃって、そこからその存在を忘れちゃってみたいな、よくあるでしょ、みんなやる。そうで、でもなんかその日にちはだけは頭にこうスタックしてたから、そういえばなんかあったなみたいな。でそれチェックしたら、おーと思ったんだけど、私はその日とりあえずキャメロンの学校にいて何かをピックアップしなきゃいけない日だと思ってたわけ。でとりあえず何時だったっけかなみたいな。
それでこうメールをチェックしてたら、それはピックアップの日じゃなくってドロップオフって言って、その学校で使う必要なもの、例えばハサミとかクレヨンとかさ、そういうものを全部買い集めて、で子どもの名前を全てつけて、でその日その時間に学校に持ってかなきゃいけないっていう E メールだったわけで、私はそれをさ見たのがその日の朝じゃない、で見て、あやっべみたいな、今日じゃんみたいなね、今日ピックアップする日だと思ってた、何もね準備しないでただ行って何かをね、あのもらわなきゃいけないものをもらって家に帰ってくるだけだと思ってたら、必要なものを全部買い揃えて名前をつけてってやらなきゃいけないやつを、今日それが今日じゃんみたいな、で、そのまあドロップオフしなきゃいけないっていう時間が12時半だったのね。で私がメールチェックしたのが朝の7時とか8時とかそんぐらいだったわけで、私の昔の私だったらそれをこのチェックしてからさ12時半までの間、要は時間があるじゃん、数時間で、その間に昔の私だったら絶対それをやってたわけ。赤ちゃんがたとえ私と一緒にいようと、誰をそのなんていうの、 誰が私と一緒にいようと、その何、その買い物行かなきゃいけないところが何個あろうと、昔の私だったらこの時間までにキャメロンの学校でこれが必要ならばもう行かなきゃじゃんみたいなって言って、まあ、要は自分で自分の首を絞めてたわけですよね。気づくのが遅いから、もう全部私のせいなんだけど。で昔は私だったらそうやってたんだけど、それを朝分かった時に、あもう無理って思ったわけで、昔の私だったら頑張ってたけど、もう2021年の新しい私はもうそんなに自分で自分の首を絞めることはもうしないし、頑張りすぎないって決めたから、その日ね12時半になった時にとりあえず私は学校に行ったわけで、子供たちっていうか何、そのオンラインクラスが終わったキャメロンと、あとベイビーフローレスはもう学校に行ってたから、ベイビー連れて学校に行ってね、で先生に会って、で、あ先生とかって言ったら、まあ先生私が何も持ってないのは分かるわけじゃん。で、あちょっとどうしたんだろうみたいな感じなわけで、ね、今日ってさみたいな、ピックアップじゃなかったんだよね、今日ドロップオフだったんだよねみたいな、でそう、で先生もなんかそうだよとかって言ってんだよ。で先生実はねみたいな、私恥ずかしいんだけどって話したわけよ。今日の朝それを気づいてメール見てとか言ってね。で、昔の自分だったらもう店に走ってて買い集めてっていうかやったんだけど、でも新しい自分もそういうの頑張りすぎるのやめたからって言ったら、先生もさ、もうそのさ学校で必要なものを使い始めるまで数週間まだあるからとか言って、今日はただそのね決められた日にちで決められた時間だったけど、まだ数週間あるから全然急がなくて大丈夫だよとか言ってくれて、そうだからさ、まあ、結構これはもしかしたらアメリカの学校とか、もしかしたらハワイの学校とかそういう感じなのかもしれないんだけど、結構先生が結構なんていうのかな、こう緩く、いいのよそんな悪く思わないで、時間まだあるからねみたいな、あのなんていうの、準備できたら持ってきてとかさ、学校が始まる前にいつでもいいから持ってきてとか、そういう感じなわけね。だから、まあ、そういったところはラッキーだったのかなって感じなんだけど、そう先生がそうやって言ってくれて、そうそれで、ああなんか、あこれでよかったんだみたいな、なんか私もね人間だし完璧じゃないから、やっぱりこういうことって出来事ってあるじゃない、みんなそういう出来事あるじゃん、完璧だと思ってたから一個見逃してたみたいな。でもそういう時ってもう自分をさらけ出して、もうできなかったんだよごめんなさいみたいなね、私頑張ってるんだけど毎日みたいなさ、でそうやってちょっとこうなんていうの、自分をさらけ出すとなんていうのかな、怒れもできないじゃん先生側もさ分かってるから、オンラインクラスとかで全部カメラとかでも家の中とかも見えるからさ、先生分かってるから、なんていうの、あじゃあ今日中に持ってきてとか、そういうなんていうのかな、そういうのもないし、優しいからみんな、そうだからそうやってね、ちょっとそういう風に先生ともこう関係性を作っていく、なんかあこのお母さん完璧にいつもできないけどでも頑張ってるからみたいなさ、なんかそういう風に覚えといてくれるとね、なんか親としても何こう関わりやすいっていうか、学校とそうとか思って、だからねこう頑張りすぎないで、頑張れないことはもう頑張れないって言っちゃって、自分の心地いい範囲で頑張るみたいな、
そう、そういう感じで2021年はやっていきたいし、あの今までもさ、そういうのそれは頭にあってそういう風にしてるって思ってたけど、やっぱり自分の気づかないところで自分のことをプッシュして、こうなんていうの、自分で自分の首を絞めてるようなこととかはあったから、なんかこうそれで自分ですっげえストレス感じて、なんでこうなっちゃったんだろうみたいな、なんでこれだけ泣くまでに自分を追い詰めたんだろうみたいな、でよく考えると、あ、ただ自分で自分のことをこうなんていうのかな、無理に頑張ろうとしすぎてたっていうか、そうで今の時代そういうお母さん多いと思うからさ、お母さんじゃなくしても、だからそこをもうちょっと緩くすると、もっともっとこうね、背中のさ、こうなんつうの、こうカチカチってなったのがちょっと和らいでみたいな、ちょっと周りを見る余裕ができてみたいなね、それで良くなるかなって思います。 あとね、これはね、私ハワイに来てからなんだけど、ハワイってさ、特にね、道、車運転してるとね、みんなが譲り合うわけ、道をなんかこうカットしてこうさ、グイーンって入ってくる人とかあんまりいないんだよ。あとこう例えばさ、こう一本道ね、一本道の時に ここから来た車が一本道じゃん、でこうどうにかこう入りたいみたいな、でこうやって待ってる時とかもみんな結構止まって譲ってあげるわけで、みんな絶対なんかありがとうとか、こうやってアロハみたいな、Thank you みたいな、みんなやるんだよね。で、なんか私はこっち来てから、まあ私さ、昔いたところがニュージャージーだったから結構運転あっち荒いのね。荒いところで生活してると自分も結構それに合わせないと、あの本当危ないからさ、まあそんなにあのやばい運転手とかではないけどね、私なんかそうなんていうのかな、結構うん、あのハワイは結構そういったところで、あ、もう人が全然止まってあげる、その人に対して止まってあげるとかさ、こうマーチ、こう例えばさ、こう車がこう一本線でこうみんなさ、あの渋滞してて、で隣からこう一本線になりたいからこうやって入ってくる時とかあるじゃない、車がもうこの入ってくる人無視するんじゃなくて、一個一個こうやってちゃんと入れてあげるわけよ。意味わかるかな。そう、一つこうやって行って、こっから来た車を入れてあげるね。でまたこうやって次の親が来たらまたこっちから来た子を入れてあげるみたいな。でその道を自分のものだみたいに運転しないわけよね。あとそのありがとうって絶対みんな言う、まあ、みんなってわけでもないけど、みんな結構絶対にこう入れてもらったりとかするとさ、こうやって手を挙げてありがとうって示そうとして伝えようとしてくれるわけ、車の中からこうやってやってとか、特にローカルの人なんてさみたいな、車とかとかやって絶対やってくるわけよ、こうやってとかやってさ、やってくれるわけ。そういう経験から結構外に意識が行くようになって、ただそこにいる人とか、ただ通りすがる人に笑顔振りまくとかで、そうするとさ、まあっちもそうやってやってくれるんだけどね、そうするとさ、もしその例えばこう反対側から来る人の、今日のその人のその日との日が、その日、その人のその日が超、例えばなんか、例えば仕事クビになったとか、もしかしたらさ、なんか大変なことがあったとか、そういう日だったりとしてね、で例えば私のこのこういうスマイルで、その人が、はあ、今日仕事でいろいろあったけど、でもまあ誰かが笑ってくれたみたいなさ、なんかそういう気持ちになったら勝ちじゃないとか、そうやって考えても、そうやって考え始めて、もうハワイに来てからね、すっげー人にニコニコするようになったよね、私。そうやって自分の家族とか自分の友達以外にこう笑顔を振りまくっていうのを結構、ハワイ来てから意識するようになったから、これをもっともっとこう、なんていうのかな、頻繁に常にこう自分が持っているものをこう分け与えられるっていうか、相手はいらないかもしれないけど、だってただじゃん、だからニコニコしてようかなって思ってるんですよ、2021年は。そう、それとね、あと何があったかな、あ、それとね、あともう一個、私の、お友達でヨガのインストラクターをやっている子が いるんだけど、彼女がさ、すごいあのヨガの知識があるわけ。なんか私は今までヨガするのを本当にこう
なんていうのかな、ストレッチとか、あとそういうエクササイズ的な感覚でヨガをやってたのね。なんだけど彼女のヨガのこう辿ってきた道は結構そのもう座学とか、ヨガの座学をして、こうヨガは何であるべきとかさ、どこから来たとか、もうその一つ一つのヨガのポーズにも意味があったりとかさ、いつやることに意味があるとか、どっちの方から始めるのに意味があるとか、例えば右から始める、左から始めるとか、なんかそういうのがあるんだって。でそういうのを彼女はそういうのを学んだ子だから、一緒にねいるだけでいろいろ勉強になるわけで、一緒にヨガするもんならすごい教えてくれるし、まあ、それもあって、昔からね、もうなんだかんだ10代の時からヨガをやってるんだけどね、10代の時からダンスやってて、そのダンスが始まるストレッチ、ダンスが始まる前でやるストレッチでヨガをやってたわけだから、まあ、10代の頃からヨガ やってたっちゃ、まあ、かじってたっちゃかじってたんだけど、本格的にこうヨガにハマってこうエクササイズ的でやってたのが、まあ20代の時で、20代の後半の時かにやって、こうヨガはいつも私の中にいたから、またこう時間がじっくりあって勉強できる時にじっくりやりたいっていうのはいつも思ってたのね。で子供も3人生まれて、でちょっとだんだんもっとヨガにフォーカスしたいなって思ってた時に彼女がこう来てくれて、でいろいろ教えてくれてって言って、結構だから最近はもう毎晩ではないけど、もう2日に1回は寝る前しか今のところね時間を作るっていうと、もう子供たちが寝た後で何も心配しなくていいから、寝る前にこうヨガやって、こう自分がこう寝る準備のヨガっていうのをリラックスして、だからこう立ったりとか激しいのはしないんだけどね、こうストレッチも兼ねた床でやるようなヨガをやって、で瞑想をして、で寝るっていう感じなわけね。でだから結構ヨガがさ、私のこう生活の中で何パーセントかこうなんていうの、私の考えてることにこう最近なってきて、だから、もっとこうヨガを極めたいなっていうのはありますね。で彼女みたいにこの意味を知っていくのっていうのもすごい楽しいし、瞑想とヨガはすごい関わりがあるから、まあ、そういった意味でほら自分のさストレスをコントロールするのとか、自分のそうだな、大切なこととか必要なことっていうのにフォーカスをしたい時とか、自分を見失ってる時に何が一番は大切なのかとかさ、なんかそういうのを見出すのって結構瞑想してると、こう自分を簡単にガイドしやすかったりとかするから、まあ、そういった意味で瞑想もね頑張って毎日やってるんだけど、これも全部さ、瞑想もそうだしヨガもそうだけど、要は練習しないといけないから、毎日こう毎晩はできないけど、まあ2日に1回ぐらいこうやってっていう感じでやってますよ。でね、瞑想もね、まあほらもうみんな特に去年瞑想言い始めたじゃんか。うちのお姉ちゃんがさもう何年もやってるから、まあ聞き慣れてはいたんだけど、自分もさトライしたことはあったんだけど、なかなかこういまいちこうリラックスするっていう地点にまで行かないわけで、まあこれもね一応心を鍛えるものだし、あと肺、自分の肺を鍛えなきゃいけないから時間をかけて練習しなきゃいけないものだっていうのは分かってるから、まあもうほんと根気強く毎日ねやって、まあメンタル的な部分とかもそうだけど鍛えていきたいなっていうふうに思ってるんだけど、私はそんな感じのあれですよ、抱負ですよ、2021年の抱負は。いろいろね、私は野望とか願望とか夢とかある女なんですけど、まあ一つ一つねステップを踏んで、この自分の信じてるのに従いながら、無理のない程度に自分の世界のこのサークルに合わせてやっていきたいなっていうふうに思ってますね。だからそれが早く起きようと遅く起きようと、決まったその自分が必要だと思ってる時に起こるから、まあ、それに合わせて急がずに
自分の大切なことにフォーカスしながらやっていきたいなって思っている抱負でございます。はい、皆さんで、皆さんの抱負もあったらぜひコメントのところで教えてください。みんなで2021年を素敵な年にしましょうね。2020年を振り返らない、2020年はこうだったああだったっていうこと大事だと思うけど、それでじゃあ今何ができるかって考えてムーブオンしてね、先に進み続ける、さあっていう感じで頑張りましょうよ皆さんね。 OK、 ではビデオを見ていただいてありがとうございました。これからもビデオの更新頑張ろうと思います。あのね、うちの旦那さんの弟さんは来週帰るみたいなんで、もうちょっとそろそろね、はっきり言ってね、疲れましたんで家族と言おうとね、気使うじゃんやっぱり。あのさ、私が一番こうあれなのが、家にいるとやっぱりノーブラで意味わかんない服着てブラブラしたいわけよね。それがさ、やっぱりこう旦那さんの妹とか旦那さんの弟とかがいると、特に弟がいるとそういう格好でうろうろできないじゃん。私は気にしないけど彼に申し訳ね、彼がなんか、あーなんか変な格好で出てきたみたいなさ、どこに目やっていいか分かるみたいに思われるのに、そうやって気遣わせるのあれだから、なんかこうね、リビングルームでいるのにもちょっとなんか着るものに気遣ったりとか、なんかそういうのはちょっとめんどくさいなって感じだから、 Yes、 だからそろそろ自由の身って言っちゃうんだけどさそろそろその帰る時期が来るので、うちの旦那さんの妹と弟は本当にいい子です。みんないい子、本当にみんないい子だし、ナイスだし楽しいし、本当ナイスなんだけど、もうちょっとそろそろね、ゲストがね、これだけ長い間おうちにいるのはちょっと疲れてきましたので、はい、そんな感じでございます。なのでそれが終わればとか言って、それが終わればあれですよ、何、うちのさ、お兄ちゃんのさ学校も毎日始まるとか言ってるし、でうちの娘はね、今のところずっと学校に行ってるし、そうすると私とベイビーだけの日々がちょっと来るかなっていう感じなんで、そしたらちょっと私ちょっとエンジン炊こうかなっていう感じなんで、って言ってもあれですよ、だからちょっと私が考えてることとか思っていることとか気をつけてることとか気を使ってることとかね、そういうことをちょっとシェアしていけたらなっていうふうに思います。ではまた次のビデオで会いましょう。バイー。